されますのは西宮、西宮というお宮はですね、島根県出雲の国にあります、出雲大社の近くなんですけれども、海側に、その岩では、天照大神様が、天照大神様というのは奥におられます。この神社の階段でございます。天照大神様が天孫降臨といいまして、天の国から地上に舞い降りています。そして旅をして旅をして、伊勢の神宮に進むわけですけれども、ここに来る前に、地上に来る前に、二人の神様を下調べに派遣をします。天の国から竹に行かずちゅうと、宇都主の神様、香取鹿島の神社に、の御祭神でございます。竹見和樹と宇都主のお二人の神様が島根県出雲の国の西宮に差し掛かった時に、大国主の御事、出雲大社の御祭神でございます、大国主の御事の子供の子供が釣りをしているのをばったり海岸で出会います。琴城主の彼といいます。大国主の神様の子供の琴城主の神様が、出雲の国の海で釣りをしていた時に会って、そして下見に来たお二人の神様が、その琴城主の神様の案内で旅をしたという、その釣りをしている差し掛かった時の行景風景を表したのがこの神楽でございます。それではやがて拙い踊りですけれども、どうぞ。お目をかぶったら言われてる。ありがとうね。イエスなのでね。
¡Gracias!
ね。